ブラッドフォード市聴者ブラッドフォードはイングランド北部ウエストヨークシャー州にあるシティオブブラッドフォードの中心エリア。人口は2018年時点で約54万人。イギリスではマンチェスターに次ぐ第7番画目の都市人口規模である。19世紀産業革命での工場やセニ産業の中心地としてブラッドフォードは繁栄した。 特にビクトリア時代に近隣の土地から産出した石灰岩による多くの美しい建物群が建造された。町には第一級指定建築物の視聴者やブラッドフォード、大聖堂その上5800棟の指定建造物である。アジア系住民が多いが、これは繊維産業に従事するため第二次世界大戦後に移住してきたものである。 羊毛製品の取引が盛んである。リーズブラッドフォード空港はブラッドフォードの中心部から約 9.7km 離れたエイドンにある国際空港。ブラッドフォードには長いスポーツの伝統がある。ブラッドフォードブルズは世界で最も成功したラグビーリーグクラブの一つであり、これまでにワールドクラブチャレンジで優勝して世界一に3回 ラグビーフットボールリーグチャンピオンシップで7回優勝している。ブラッドフォードには数多くのラグビーユニオンクラブもある。ブラッドフォードシティのバレーパレードサッカースタジアム1903年、ブラッドフォードシティ AFC はブラッドフォードオブサーバー紙編集補佐のジェームズ・ワイトの呼びかけで集まったイングランドサッカー協会の代表者とラグビーリーグのクラブであった。 マニンガム FC の役員との間で行われた一連の会合によって設立された。当時、ラグビーリーグの人気が支配的であったウェストライディングにおいて、フットボールリーグは、この新クラブ設立をサッカーを進行する後期として、捉え、ドンカスター・ローバーズ FC に代わって2部リーグへの加入を認めた。その4日後に行われた第23回年次会合において、 マニンガム FC はラグビーリーグからサッカーのクラブへ回訴することを決めブラッドフォードシティ AFC がマニンガム FC のクラブカラーと本拠地であるバレーパレードを受け継ぐこととなった現在はエフルリーグ2でプレーしている2つ目のサッカークラブブラッドフォード AFC は1970年に降格するまでフットボールリーグでプレーし1974年に 生産手続き入った。現在は、エフルリーグ2に所属している。ブラッドフォードドラゴンズは、ブラッドフォードのバスケットボールボールチームで、ナショナルバスケットボールリーグのディビジョン1でプレーしている。政府観光。ありがとうございます。